木放送局。はい、皆様こんばんは、寿司焼きです。今日はですね、この動画、昨日ですね、iPhone で、撮影した京阪電車の動画なんですけれども、これを iPad に取り込んで、で iPad で、編集して、でそのまま出そうかなと思って、今回テスト的にね、 iPad で編集したものを、公開しようかなと思ってしてみました。でこの音声ですね、この振り返りも iPad のマイクで今収録をしてるんですけれど、どんな感じでしょうかね。まあ、今後、外出先とかで、ですぐにね出そうかなという時にこの方法ができるかなと思って今やってみております。ちょっとなので、この振り返りとかを入れるかどうかっていうのはその時々に応じて変えると思うんですけれど、まあ、入れたとしてもね、振り返りも外で、今回はちょっと室内で後から収録してるんですけれど、今後ね、外で撮影して、そのまますぐ出すなら、まあ、外で収録することになりますし、そんなにいいね、音声にもならないし、あと、編集がちょっとね、難しいので、なんで、普段、振り返りは、編集とかね、いらないとこ切ったりとか、喋り直したりとかしてるんですけれど、それもちょっと難しいかなと思うんで、はい、まあそんなちょっとクオリティ的には下がるかなとは思うんですけれども、まあね、すぐ出した方がいい時とか、まあお知らせっていうのかなとかね、出したい時にはこの方法もできるかなと思っていますので、まあ、今回はちょっとお試しでやってみました。はい、で京阪電車の動画ね、ちょっとだけ昨日大阪に行ったんで撮影してきたので、今回、公開した動画は使う予定はないんですけれど、森口市の駅とかで撮影をちょっとしてきたので、また近いうちに多分鉄道動画アウトレットの方で公開するかなと思いますので、よろしくお願いいたします。今回のね、動画の内容というのかな、編集方法とか、なんか画質とかいろいろ、何かありましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ちなみにちょっと今回の動画、もしかしたらちょっとね、画質悪いかもしれないです。これちょっと iPhone の問題というより、 iPhone で撮影したものをちょっと拡大して編集してみたので、若干画質が落ちてるのはそのせいだと思うので、まあちょっとね、そのあたりは申し訳ないかなと思ったけど、ちょっと拡大しないと遠くだったんで、 iPhone とかではズームねできないので、私の持ってるやつだとね、はい、なので、画面の拡大のズームになっちゃうのでね、画質落ちちゃうので、はい、そんな感じでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。